ゆずはです。ねえらです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、ということで今回は自分の中身を紹介していきたいと思います。イエーイ。もうそろそろね、新学期ということで、ねえらとゆずはちゃんの補助箱の中身を詳しく皆さんに説明していきたいと思います。それではどうぞ。私の筆箱の中身はこちらです。あ、中身は筆箱はこちらです。これはいただきました。もらったのでどこのかわかんないですけど、ユニコーンちゃんです。この筆箱、私のクラスの半分以上がこれずっと使ってます。あ、でも私の学校も多いかな、それ使ってる子。何から紹介してほしい？ボールペン。はい、ボールペン、ボールペン、こちらです。ちょっと汚いんですけど、すいません。普通のなんかボールペンです。わかんない、もう本当に覚えてなくて、これいつ買ったのか、どこで買ったのかも本当に覚えてない、そのボールペンです。前までは結構派手なものを使ってたんですけど、最近ちょっとね、落ち着いたものを使うようにしてます。シンプルなものを使うよう入れるようにしてます。シャーペンはこの2本使ってます。これはお友達とおそろで使ってるんですけど、結構ねボロボロなのね、ほら割れてるんです。結構落としたりしてるから割れちゃってるんだけど、これあの軽いからめっちゃ書きやすい。これはあの無印さんで購入したものなんですけど、こんな感じです。シンプルで。そう、シンプルで。そう、まずこちら、これね、4つとも全部無印さんで購入したものなんですけど、まず赤はあの丸つけとかに必要じゃん、だから持ってって、でこの3つはノートをまとめるときに3色でまとめると綺麗にまとまるみたいな。あ、どう？聞いたことある。本当？それを聞いて3色持ってってます。黄色とピンクとオレンジ、定規こんな感じ、ただの白です。次、マーカーペン、ね、4つあるんだけど、こっちが無印さんで、こっちがフラザーかな。フラザーだと思います。でこっちはね、なんかあんま使わないんだけど、ピンクとオレンジ入ってます。中が透明になってる。そうそうそう、透明になってるから引きやすいんですよ。こっちは緑は教科書にマーカーペン引くときにこれで統一してます。で紫はあの好きだから好きだから持ってってます。次にハサミ、大好きなキアベアです。で消しゴム、消しゴムってさ、すぐさこうバキッて折れるみたいな、なんか力強すぎてガンって一個前のやついっちゃって新しいの最近あの買いました。こちらはメモ帳です。これはね、ファンの方からいただきました、ありがとうございます。以上です。なんか無印とか、そうだね、系で、うん、私のは、はい、あの前紹介した時と同じやつです。で、ここには定規入ってます。あのこの間黄色いマーカー使ったんですよ。ねえ、わかる、見たくなっちゃったんです。見て、まあ、変わってないです、あんまり。ねえ、鉛筆懐かしいマーカーですね、マッキー、また青ボールペン。ボールペン持ってていいんだ。キャップ付きだったら、あ、だったらいいんだ。口はダメ。どういう違い？カチカチ鳴らしちゃうからダメ。そう、鳴らしてるっていうように集中できない子がいるから。で、次鉛筆ですね。4本？5本です。あ、5本。すごいね、揃えてる、ちゃんと。レイが柄物とかなんかキャラクターのやつとかを使ってたから。うん。なんかすごいいいなって思います。無印で。あ、無印で。で、消しゴムは何でしょう。何がこれはクーピーに入ってた消しゴムなんですけど、めっちゃ消えるんですよ。あ、クーピーの。ああ。で、今回一つ言ったことがあって、うん、箱の中が、うん、消しカスとか鉛筆の芯とかがいっぱい入ってるんですよ。あるある、めっちゃ入ってるね。なんか折れてるやつ入ってる。鉛筆これ消すじゃないですか。うん。消しカスがめっちゃついて、そりゃ消すな。そのまま入れちゃうんですよ、どうしても。ああ、うん。汚くなったかっていう事情でした。はい、はい、ということで、ちょっとこんな感じの筆箱の中身紹介になってしまったんですけど、でみんなの筆箱の中身とかね、あのお気に入りのやつ
ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。